皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和文と申します。本日はですね、海外の、メーカーのですね、クラウドファンディングの独占販売権を取った時にですね、もしくは取る際にですね、その商品がすでに日本のね、クラウドファンディングサイト、もしくは日本ですでに販売されてないか、これをチェックするのにどのようにすればいいのかというね、やり方の一つについてですね、ご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started。はい、そうですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。はい、今日ですね、今皆さんにねご紹介したのはこのね、インディゴーのページでございまして、ソロピアノというね、このメーカーのコーヒーグラインダーマグを、ご紹介してるんですけども、これで、ね、まあ実はですね、まあ、うちのクライアント様と一緒に私が取ってですね、すでにもう市場に出している商品なんですけども、まあ、仮にですね、この商品のことを全く知らずに皆さんがこの商品にメール営業を送ってですね、まあ実際に商談に持っていこうと思った時に、まあ、この商品がすでに日本に出てるかどうかっていうのをねチェックする一つの方法として、商品のね、まあ、ソロカーノというキーワードを日本の Google でこのように調べるわけですよ。そうするとここに、まあ、インディゴーのページが出てきますけども、そこにねすでにここにキャンプファイヤーっていうのが出てきます。はい、でそれからまたさらにはこれも Amazon で販売する Amazon も出てきます。はい、そういった感じでですね、本当にこういろんなところにもう出ちゃってる、楽天にも出ちゃってるね、ね、マカケにも出ちゃってますね。はい、こんな感じでもう出ちゃってるわけですよ。これで一発でもうすぐに調べられます。画像検索で、まあキーワードで検索するか、もしくは画像をね一個スクショなどを取ってですね検索をしてみるというのがいいと思います。例えばこのようにですね一つを取りますと、それで Google の画像検索でここに、アップロードのイメージっていうのがありますので、ここで一つ取ってみた画像を入れますと、それで検索をかけるとですね、画像検索するともうここにキックスターター、とかいろいろ出てきますので、まあ、こういった感じでやっていくのが、まあ、一番いいのかなと思います。はい。なのでですね、これをね、やっておかないとですね、商談の予約がせっかく取れたのに、実はもうすでに幕開けに出されてましたという経緯があったりとかしますので、これをね、やっていくというのは重要です。あとはですね、商品名、プラス、こうやってもう幕開けとかで検索するわけですよ。そうすると、こうやって出てくる。ね、例えばこういう感じでキャンプファイヤーと、すでにもう出されている場合っていうのはですね、ほとんどの場合はそのメーカーの商品名は多分実行者さん使ってると思いますよね。そのキーワードプラスキャンプファイヤーとか、キーワードプラス幕開け、キーワードプラスグリーンファンディング、キーワードプラスきびだんごといったですね、日本の主要4つの、クラウドファンディングプラットフォームのね名前を入れてみて、それでもね確認ができると思いますので、そういった感じでですね一旦検索をしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、今日はですね、自分が今から商談をするメーカー、もしくは、まあ、商談する前のメーカーでですね、その商品がすでに日本のクラウドファンディング、もしくは楽天とかアマゾン出ていないかというね、確認をするのにはですね、まあ、Google の画像検索、もしくはソロカーのキャンプファイヤーとか、あとはアマゾンにしますね、ソロカーのアマゾンジャパンとかね、楽天とかっていう感じで検索して、まあ、主要なプラットフォームに出てないかっていうのをね、しっかり確認して、出てなければ商談に挑むっていうのがいいと思います。仮にね、出てしまってたとしても、メーカーに対してですね、せっかく予約を取れたのであれば、その他に新商品ってありませんかっていう形でですね、新たな商品を聞き出していくことができますので、商談自体はね、ぜひ入った方がいいと思うんですけども、もしその商品がね、出ている場合はですね、残念ながらこのクラウドファンディングで販売していくってことはできないので、そこをね、事前に確認するっていう一つのね、方法について、ね、ご紹介をさせていただきました。はい、本日のですね、内容が良、かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねをご了承します。また、チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また、Twitter の方もぜひこちらの方からフォローしてください。幸いです。また、日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.